横浜市旭区本村町の住宅敷地内で、ワニのような動物を見つけたと、通りかかった男性から、旭署に通報があった。男性がビニール袋で捕獲した1匹を駆けつけた署員が引き取り、ハムシは、虫類業者に確認したところ、ミツオオトカゲと判明。同署は、ペットが逃げたか捨てられた可能性が高いとみて、トカゲも寂しがっているだろうから、飼い主は早く名乗り出て、と呼びかけている。同署によると、体長約120センチで体重約1キロ。尻尾が、縞模様で、背中に、黒色と黄色の斑点があり、生後1年ほどとみられる。ミズオオトカゲは、肉食で、主に東南アジアに生息しており、気温28度未満の環境では衰弱してしまうという。生態。森林などに生息し、和名や英名、ウォーター水の通り水辺を好む。水によく入り、泳ぎや潜水もうまい。鋭い爪を使い、地面に深い穴を掘って巣穴にしたり、気丈に登ることもある。食性は、動物食で、小型哺乳類、鳥類やその卵、爬虫類やその卵、両生類、魚類、昆虫類、甲殻類、動物の死骸などを食べる。繁殖形態は卵生。地中やシロアリのアリ塚などに、1回に約15個の卵を産む。時には複数で連携して、ワニをおびき寄せて、その間に他の個体が卵を奪うこともある。人間との関係。民家の近くに生息する場合、犬や猫、鶏などの小型の愛玩動物や家畜を捕食することがある。しかし、その一方では、田畑を荒らすネズミや捕食するなど、人間の役に立っている面もある。肉が食用とされたり、皮か革製品に利用されることがある。そのため、人間の乱獲により生息数は減少している。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。黒味の強い個体が狛犬と亜種のような流通名で流通することもあるが、実際に記載されておらず有効な亜種ではない。以前は地方自治体によっては飼育に許可が必要だったが、動物愛護法が改正されたため、2008年現在では飼育にあたり法的な規制はない。しかし、大型で力が強いため、飼育には大型かつ頑丈なケージが必要。それに加え動きが俊敏で、もともと巣穴などにも潜む習性もあることから、脱走に注意する必要もある。中国では保護動物に指定されている。